どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。で、皆さん本当にありがとうございました。先週の11日だから金曜日かな、金曜日から、ローマの方に行ってバチカンとローマで、パトモス、黙示録が書かれたパトモスとギリシャですけれども行ってまいりました。で、昨日帰ってまいりまして、成田空港には予定より1時間6で12時ぐらいに着いたんですけども、そこから羽田に行ってですね、で羽田でですね最終便の飛行機だったんですね。で羽田で延々と待ちましたけども、で1席だけ空いてて前の飛行機が変わってくれるかと思って、私はいけないこと言ったんですね。これはタダで変われる切符ですかって聞かなきゃね、聞かなければよかったんですけど、やっぱりクリスチャンは正直なんですね。タダで帰れるんですかって聞いたら、タダで帰れない切符だったんですね。だから結果的に、最終便で帰ってまいりましたけれども、本当に守られて祝福された旅となりました。ありがとうございます。とちょっと証しをさせていただきますと、一つはまずローマに行ったんですけれども、ローマには私は不思議なことに何回も導かれていまして、一番最初に行ったのは長崎教会に来た88年のその長崎教会に開拓で、全く泥開拓だったんですけども、落下山ですね、全く知り合いも何もいないところに夫婦だけで来たんですけど、その来る前に、予言を通してローマに行きなさいと言われて、お金出なかったんですけど献金が与えられて、私は一人でローマにその時行って、1週間か10日か忘れましたけど、ずっとローマでですね、バチカンも見ましたし、アッシジにも行きましたし、まあそういうふうに行ったんですね。それから長崎に来たんですね。その後93年に第7イサヤチームとありまして、今もイサヤにしょっちゅう行きますけど、その頃は自分たちで飛行機だけ取って、あとは交渉しながらやっていくというチームで、15人でですね行った時に、ローマとイスラエルと最後にロシアにも行ったんですね。そこでローマにまた行ったんですね。それから7年前、ヨハネ・パウロ2世が亡くなられて、その後、16世、ベネディクト16世になった時ですね、その時にまたバチカンに行ったんですね。ローマに行きまして、で今回、フランシスコ1世ですか、フランシスコ、ね、その方がなってまた今回行ったんですね。だからなぜかなかないけど、ローマとバチカンにはいつも導かれるんですね。長崎の牧師だからだと思います。で、まあ、今回行くことができまして、で、まあ、さっき言いましたように、教会はですね2つに分かれてきて、予言もありましたけども、これから黙示録の時代に入りますね。もう間もなくしたらね、すぐかもしれません。ちょっと神の憐れみがあるかもしれませんけど、その時に、まあ、黙示録を見たらもう迫害されても明確に書いてありますけど、教会迫害されるんですけど、迫害されるのは政府を通したかというと、まあ、大体教会を通して教会を迫害するというパターンを取っております。最近はですね、これは中国もそうでしたし、東ヨーロッパでもそういう傾向がありました。でこれは何かというと、つまり政府に従う教会、妥協する教会が神に従う教会を迫害するというパターンを取りますね。ではっきり、偽キリストが反キリストに、反キリスト、偽キリストが反キリストを拝ませるようにするって書いてありますから、偶像礼拝は最も神様の嫌うことなんですね。前説教してます。その偶像礼拝を反キリストを拝ませるように導く偽キリストですからね。例えば他の宗教の人は言うならいいんですけどね、キリストと言いながらその反キリストを拝ませるというのは明らかに偶像礼拝ですから、まあ、そういう、ね、教会が出てくるということですね。で、カトリック教会もですね、カトリック教会の中にはたくさん神に従う素晴らしい人たちがいるんですけども、教会という組織の中で、カトリック教会というのは一応法が言ったら全部それが一つの組織になりますので、その結果ですね、今の法はですね、同性愛を認めておりますね。同性愛を、これは決して認められません。これはもう聖書から言って、どう考えても聖書を どう読んでも同性愛を認めることはできません。これはね、それは分かられるでしょ。もう今日はそこまで、ちょっとその話してたら時間かかりますから、そこまで言うんだけど、同性愛を聖書で、今の方は同性愛を認めましたよね。だから世の中的にはすごく寛容って言われるかもしれませんけど、これは聖書から言ったらとんでもない話です、ね、だって一番最初にフランシスコ・ダビエルが来た時に3つの罪をすごくはっきり言ったんですね。フランシスコ・ダビエルは一つは当時戦国時代で、男色ですね、今でいうゲイがいっぱいあったんです。それはちょっとそういう歴史的なことも絡んで、人間的に言い方をしたら仕方がない部分があった。それをはっきり罪だと言ったのと、それから、間引き、堕胎ですね、それも当時も普通にあったんです。それもはっきり言ったんですよ ね。それからもちろん偶像礼拝も言ったんですけれども、でこれを明確に言ったんですよね。
それでかなりぶつかったりいろいろしたんですけど、すごいリバイバルが起こりましたし、聖の与えが起こったんですね。で、きちっと聖書にはもう同性愛は絶対に認められませんね。だから、まあ、そういうことなんですけども、それをね、認めてて、ちょっと明らかに、あれ聖書からちょっとずれてきてるぞっていうのを感じるわけですけれども、そういう意味でちょっとこれからカトリック教会もちょっとそのいっぱい従う素晴らしい人いるんですよ、間違いなさい。でもその組織としてね、ちょっと危ないから。でプロテスタントだってそういうふうに神様に従っていくグループとそうでないグループは分かれます。そういうことなんですね。でその中で今回その、バチカンの一番高いところとバチカンの中と広場に行って礼拝して礼を高してきたんですけど、それはこれからの黙示録に書かれている歴史に対して変えようとかそういうことじゃなくて、それも避けられないことなんですけど、その中で本当に従っていくカトリックの方々、神を選んでくるカトリックの方々との関わりや導きが開かれてくるということを期待してるんですね。だからでしかも私聞いた長崎ではですね、なんかカトリックから導かれた方々が今回断食祈祷会にいっぱい来てくださって祈ってくださったと聞いておりまして、すごいなと思っております。で長崎教会には月月火水木金金牧師とかいるんですけどもその方もですねちょっと来れなかったんですけど、いろんな事情があってその時にね来てね一緒に祈ってくれたということを聞きまして、一つの語りかけだと思います。これから本当に真に主に従う人たちと開かれてくる、いろんな形で、それはもしかしたら立場があったり著名な方かもしれないし、全然そうじゃないかもしれないけれども、それはどっちでもいいんです。本当に真に主に従っていく人たちですね、まあ、その関わりが開かれてくるということが一つのポイントだったんですね。それとローマね、ローマはですね、ローマ帝国が聖書を見る限り終わりの時に復興するんですね。ちょっと今日は勉強も入りますからね、すいませんね。ローマ帝国が復興する黙示録を見ると、どこかで黙示録を1年ぐらいかけてきちんと学びますので、午後の聖書のクラスか礼拝でやりますので、今日はバッとダイジェストやりますから、ちょっとすいません、分かりにくいこともあるかもしれませんけどね。でそのローマ帝国が復興して、これは今おそらく EU、 今の形がもうちょっと変わるでしょうけど、 EU でこれは今 EU は普通になってきました。今回もユーロです。全部ねユーロとか言います。通貨がお金が一つになると一つになりますよね。でそれは今皆さん当たり前で普通になったんですけど、私が若かった頃ヨーロッパが一つになるってことはありえない。ドイツとフランスが一緒にやるなんてことはありえない。ところが今は一つになってきてるんですね。でドイツヨーロッパはね私はオランダ、イタリア経由でローマ経由で入ってギリシャに行ったんですが、秋元君たちはドイツのルフトハンダで、フランクフルトから入ってローマに行ってギリシャに来たんですね。で面白いんですけど、最初に入ったところでね入国審査があるんですね。ただパウロ牧師は最初ドイツだったんだけどローマに行くようだったから、あ間違えたと思ったら、そうじゃなくてヨーロッパは一つの今国なんです。どこで入ってもそこで入国審査があって、その後は国内線扱いになるんです。わかります。だからドイツのフランクフルトからイタリアのローマに来るときはもう国内線扱い、ローマからギリシャのアテネに行くときも国内線扱い。ただしローマから東京、ローマから東京持ってくるときとかはやっぱり違うんですよ。もっぺん再チェックがあったりするんです。だからもう明らかにヨーロッパが一つになっているということを行くと実感します。でこれはね聖書を知っている人にはねドキッとすることなんですよ。まさにこれが復興してきたんで、やっぱりローマ帝国というからにはローマって一つのポイントなんですね。こっちは政治的にも宗教的にポイントだと思います。だからそこに行って今回何ができたかって礼拝したんですね。で単なる礼拝じゃなくて、今回の礼拝は主の時間の教会としての礼拝だった。どう違うかというと、教会には聖餐とそれから洗礼が教会に与えられているあれなんですね。で聖餐式をしたんですね。で例えばオンラインされている方々ですね、オンラインをして見ているのはこれただ別に普通に見ているだけなんですけど、オンラインの中で聖餐式をしますと、これは教会になるんです。見ているだけではなくなる。そこに教会が そこは教会になるわけですね。わかります。長崎教会のオンラインを見て聖餐を一緒に受けたら、長崎教会の教会の一部としてそこになるわけです。ただ見てるだけならね、ただ見てるだけです。テレビ伝道でいっぱいあるじゃないですか。でも、聖餐を受けるとそこで一つになるわけですね、これね。すごく意味があるんですね。で、今回は土曜日にまず聖餐式をして、聖火をして、その次日曜日の礼拝をしたので、ローマで礼拝をしたってことなんですね。つまり、教会をスタートさせたってことなんですね。でこれはすごく意味があるんですね。まあ、それをね、知ってください。ね、
ある方は何の話だと思うかもしれませんけど、ちょっと今ね、一応、ちょっとすごく後で分かってきますから、それをね、覚えておいてください。それがあって、その後、パトモスに来ました。で、今日はちょっとのことを中心に話しますけど、パトモスは、黙示録の中に大インプバビロンって何回も出てくるんです。大インプバビロンっていうのは、インプっていうのは何かというと、これはね、聖書の中で、カインの罪っていうのは偶像礼拝を意味します。で、クリスチャンが偶像礼拝をしたらインプなんです。わかりますよね。キリストの花嫁だから。キリストの花嫁なのに、他の僕の偶像礼拝したら、わかるでしょ、インプなんですよ。で、だから、キリストを信じてもかかわらず、偶像礼拝をすることをインプになるわけですね。で、大インプってのはある町って都市って書いてありますけど、おそらくローマだろうと思いますね。ね、だからこれはね、だからちょっと特別な意味があるんですよね。まあ、どこかで黙食をゆっくりやりますので、ちょっと頭に入れておいてください。ね、それで、パトモスに行ってきたんですけども、今日のところに書かれますけど、そこで、パウロスは何回もここをね、話されて、マタイの24章の8節で、しかし、そのようなことは皆、生みの苦しみの始めなのです。そのようなことはっていうのは24章の、その全般を受けてるんですけれども、ちょっと一節がありますよ。イエス様が宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきてイエスに聞きます。宮の建物を指し示したとき、イエス様は言われるわけですね、一節で。このすべてのものに、宮だから神殿ですね、目を見張っているのでしょう。誠にあなた方に告げます。ここでは石が崩されずに止まれたまま残ることは決してありません。こんなすごい宮でも、神殿でも壊れちゃうよって言ったの。なくなっちゃう。で、それで、イエス様がオリビア向かって座ってたときに、弟子たちがそっと密かに元に来て言ったんですね。お話しください。いつそんなことが起こるんですか？そういうことが起こる伝承や世の終わりにはどんなことが起こるんですかって聞いたわけですね。で、今まさに世の終わりが近づいてきています。黙示録の時代がね。で、その時こう言われたんですね。イエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。だから惑わしが起こる一つ。五節。私の名を名乗る者が王で現れ、私こそ救世と言って多くの人を惑わすでしょう。偽キリストがいっぱい現れてくると。6節、また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こる。だから戦争は必ず起こる。しかし終わりが来たのではありませんって。で、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に金と地震が起こりますと。東日本大震災が日本で起こりましたけども、そういうレベルの地震が実は今あちこちで起こってき始めています。ちょっと今までないことです。それと、もう一つは、ウクライナで、ちょうど私は帰る直前にマレーシアの飛行機が、民間機ですね、飛行機が撃ち落とされまして、295人が全員死にました。民間機ですよ、ウクライナを。で、あれね、私はアリタリアだったんですね。遅く入ったからもう飛行機取れなくて、イタリアの飛行機だったんですけど、秋元君たちはドイツのルフトハンダだったんですけど、もしルフトハンダはウクライナの通り予定だったんです。で、ヨハネ君という、秋元ヨハネ君という秋元君のご長男もマイレージだったんで、帰りが一緒の飛行機取れなくて、どこだったかな、どこかにオーストリアに行ってから、ウィーンに行ってから、北京に行って日本に帰ってきた。で、その飛行機もウクライナの飛ぶ予定だったんです。だから変な言い方ですけど、あれが2日ぐらい遅れたら、もしかしたらヨハネ君の飛行機が、パウル牧師たちの飛行機が落とされた可能性がないとは言えない。でも、あの後みんなウクライナを回避しましたもんね。で、民間機が落とされるという、ちょっとすごいことが起こってきたわけですね。やっぱちょうど私ね、あれ、帰る日だったんですよね。パトモスを出る日にあれが起こって、秋元牧師が集合時間に来て、私も知ってるぐらいなので、いや、飛行機落ちたよって言って、って言ってみんなでびっくりしたんですけど、何かというとね、そういうことが今起こってきてるんですね。で、明らかに何か主の、語りかけというか警告を感じます。で、そういうことが起こるんだけど、それは生みの苦しみの始めですよと。で、その後を見ると、苦しい目に遭わせ殺され、私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれますって9節に書いてある。だから本当にイエス様を死に対していくと、従っていくと、全ての国々の人に憎まれるんですって先生はっきり言ってるから、終わりの時は、ね、ね、で、皆さん、みんなに好かれて愛されたいと思いませんか？でも全ての国の人々に憎まれてはっきり書いてあるね。で、大手がつまずいて裏切り憎み合って偽言者が出るって書いてありますよね。つまりこれは黙示録の時代はすごい厳しい困難な時代が来るんですね。そのことを書いてある。だから生みの苦しみのでも初めだと言ったんですね。で、これを見たときね、今私の話を聞きながら皆さんはね、うわーすごい時代なんだなと思うでしょ。で、どうしてもこう読むとね、苦しみの方が先に来るんですよ。苦しみが。でもこれは生みの苦しみの初めて書いてあって、
生み出すんだよって、そのために苦しみあるよってことですね。でうちは昨日ね、末っ子が誕生日だったんです。である方がケーキを買ってきてくださっててですね、だからケーキよくパーティーができたんです ね。いや本当に ね、しかもそれがチョコレートケーキだったからですね、長男は甘すぎると言いましたけど、私と末っ子はですね、美味しいと思って食べてました。それで何かって言うんですけども、その時にですね、何の話してたんだ。何か言おうと思ってたんだけど、最近ねちょっと話が飛ぶんですよ、頭からね。私は感謝します。こういうことは若い時はなかったんですけどね。で生みの苦しみ始めた。で面白かったんですね。妻がね、みんなが一言ずつ言うんですけど、その末っ子生まれた時にね、女の子が4人いて、男の子3人で、男の子4人目でね、これで男の子4人目で、ジュニアでしょ、これでもうおしまいだと分かったと、ね、これで終わりだと思って、お母さん本当に嬉しかったです、終わったと思ったって、もうこれでおしまいって ね。でうちの妻は体も小さいこともあって、小さくても安産の人はいるんですけど、安産型ではないんですね。結構出産の時にひどくて、1人目が生まれた後ですね、言ってました、もう土下座してですね、お願いだからもうしばらく待ってって言いたくなるぐらい苦しかったみたいですね。にもかかわらず年後で次が来まして、12年間に8年生まれましたけど、で何かというと、だから相当苦しかったようであります。だから本当に苦しいんですけども、それは産むためでしょ、言ってことわかりますか。苦しいんだけど産むことですよね。で普通は特別な事情がない限りは苦しいんだけど、産んでしまって、産んだら嬉しいわけですよね。でしかも産んでおしまいじゃなくて、産んだ後その子は成長していくわけですよね。新しいことが始まるわけですよね。でここは産みの苦しみで初めて言ってることは、確かに黙示録は困難な苦しい時代なんだけど、その後に生まれるぞって、新しいことが。で今日ちょっとそのことを話します。具体的にね、きちっと聖書から学んでおかなきゃいけないので、本当はこれもっといっぱいゆっくり話しなきゃいけないので、さっきも言ったようにどこかで黙示録をそのうちきちっとやりますけども、今日はちょっと概略だけ見ますね。でそれでちょっとしといてほしいんですね。で黙示録の時代っていうのは非常に困難な時代ですけど、実はそれは産むためのあって、その今回はパウロ氏はそうではない、いつも苦しみって方が、いつも苦しみってことがこう来たんだけど、今回そうじゃなくて、生み出されるんだよって、新しい事柄が始まるんだって、そのことを意識しなさいってことを言われたって、確かにそうだなと思ったんですね。でちょっとだけ書きますね。こんな長く書くとちょっとあれだから、これぐらいにしておきますね。黙示録は最後の7年間に関して書かれています。これを観難時代と言います。字が汚いけどごめんなさいね。でそして真ん中の3年半があって、後の3年半を大観難時代と言います。あれ、ね、でこれは中東和平がこの直前に結ばれるんです。ちょっとだけこれね、皆さんね、関係ないよなんて思わないで知っておいてください。クリスチャンはで中東和平は反キリストが締結しますので、世界中はすごい指導者が現れたと大歓迎をします。ヨーロッパから出てきます。アメリカではありません、ね、もう聖書なら全部予告されてます。ヨーロッパから出てきます。で大歓迎をしますが、これは反キリストなんですよね。だからクリスチャンはその時わー晴れるやなんて一緒に言わないでくださいね。始まったと思ってください。でそしてその後いよいよ黙示録が始まるんですけど、最初白い馬が出てきて白馬なんですけど、これはキリストの勝利を意味しまして、ここですごい救いが起こるんですが、ここから、もう今日は詳しくしませんけど、7つの封印というのが書いてあって、ね、これがあって、で7つあるんですけど、で7つ目が、7つのラッパーになります。これ全部裁きです。ただこの裁きはどっちも、詳しくもやりませんが、後で聖書見てください。どっちもこの裁きを通して人々は悔い改めることを願っていますし、悔い改めて救われます。ここはで7つ目のラッパーが鳴った時に3年半なんです。この時にイエス・キリストが降りてきます。これを空中で警挙する、空中警挙と言います。で、空中再臨と言います。で人はクリスチャンは引き上げられて警挙になるんですね。これ警挙と言います。警挙って聞いたことあるかな。 で何か言ったら、ところがね、多くのクリスチャンたちは、日本のクリスチャンは観難前警挙でここで警挙されると思ってるんです。聖書から言ってこれはありえません。観難の真ん中で警挙になります。しかも全てのクリスチャンじゃありません。フィラデルフィアっていう教会なんですね。で、これはね、本当は丁寧にやらないといけないんですけど、ちょっと時間がないから今日はすいません。黙示録だけピタッと言いますけど、7つの教会が書いてあって、いろんな説があるけど、
実はこれは7つは全ての時代にある7つの教会の方なんです。その中のフィラデルフィアっていう教会だけが敬虚されます。なぜか、黙示録の3章を見てください。ちょっと出してくれる？黙示録の3章に7節からね、こちらでお見せしますけど、またフィラデルフィアのある教会の御使いに書き送れ。私の聖書の方は440ページ。新しい聖書はもうちょっと後ろです。聖なる方、真実な方、これキリストですね。ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない。その方がこう言われると。で、私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできないものをあなたの前に開いておいた。なぜならあなたは少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかったと。フィラデルフィアの教会の特徴は、少しばかり力があって、私の言葉、神の言葉を守り、キリストの名を否まなかったってことなんです。その結果、10節飛ばします。10節に行くと、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために、全世界に来ようとしている試練の時にあなたを守ろうと。地上に住む者たちを試みるために、全世界に来ようとしている試練の時って。これは、この観覧の時、この後に起こる大観覧の時ね、大観覧の時に、この時にあなた方を守ろうということで、敬虚されてここから助かるんですね。フィラデルフィア教会だけど。7つの教会のうち、敬虚のことが書かれてあるのはフィラデルフィアだけなんです。ごめんなさい、今日は時間がないから詳しくここやりませんけど、で、挙げられるんですね。で、皆さん、残るクリスチャンがいるんです。残らないでね、お互いに、一言言うと自分も含めて。残るとどうなるかというと、この3年半は、こっちでもすごいけど、もっとすごいことになる。特にクリスチャンは、もう2つしかありません。殉教するか、廃教するか、もうどっちかです。ここになったらもう、廃教するか殉教するかしかない選択肢は。ここはね。でそしてその後、7つの8っていうのが出てくるんです。7つの8ね。8。これは裁きで、この裁きはもうクリスチャンが殉教が廃教した後だから、ここは救いがありません。裁きです。まさに裁きです。これ、黙示録を読むと分かります。いつかきちんとありますね。後で読んでみてください。これ出てくるんですね。そして、ここでね、今度は地上再臨。キリストが地上に再臨するんです、最後に。そして、クリスチャンの裁きが、これ、裁きってのは、クリスチャンの裁きはクリスチャンの報いです。裁かれるんじゃなくて、クリスチャンは報われるんですね。それは、ここでね、面白いんですけど、この敬虚の時にね、ちょっと話しますとね、人は死ぬとどうなるか。この肉体はね、仮装になっちゃいますけど、日本の場合はね。日本じゃない国は仮装しない国が多いんですけども。でも、この肉体は関係ないんです。これはもう関係ない。これを持ったまま天国には行けないんです。だから仮装されてもいいんです。腐ってもいいんです。霊が天に行くんです。だから今、先に天に帰った人は、私の妻のお父さん、それから去年かな、もう一昨年だったかな、あ、去年か、太田兄弟、ね。タックもそうですし、それから、三つ子さんのご両親もそうですね。すいません、言い出したらいっぱい言わなきゃいけなくなるから、失礼しますけどね。その方々、今、天にいるんですよ。本当にいるんですね。霊でいるんです、霊で。霊がいるんですね。で、蘇りって聖書に書いてある蘇りとは何かわかりますか？蘇りってのはね、御霊の体、復活の体をいただくことなんです。敬虚の時に、ここにクリスチャンも来るんですね。クリスチャンはここで復活の体を死んだ人はもらうんです。御霊の体です。イエス様が復活した時の体。だからこういうとこ抜けちゃうの、スッと。こういうね。だから、敬虚の時パッと上げられるの一瞬にしてね。一瞬して上がった時に、この肉の体だったらぶつかるんですけど、一瞬にして帰られるんですね。もしその時生きてたら。その時も死んでたら、霊で天国にいるから、新しい御霊の体をいただくんですね。嬉しくないですか？復活の体ですよ。罪のない体、栄光の体、朽ちない体って書いてあるの、聖書に。天で神と共に永遠に生きれるからだね。その御霊の体を一瞬にしていただいて敬虚するし、天に行く人は復活の体をもらうんですね。わかります？これがクリスチャンの蘇り。そして、その後、ここで殉教した人たちはね、また例なんですけど、この再臨の時に、やっぱりその人たちも肉の体をもらって、ここから、千年王国が始まるんです。千年王国はここに来るんです。この地上に。でその時に、殉教した人たちは、王となるって書いてあります。王って感じですよね。ね。で、フィラデルフィアの教会は引き上がれてますから、この人たちもここでね、キリストを共に治める。でこの千年王国が嬉しいのは、サタンが縛られるんです。
全部聖書に書いてあるんですよ。今一つ一つ開けて読んでもいいんだけど、実はね、サタンが縛られる。だからね、実は今地上でね、サタンが動いてるでしょ。サタンによってもたらされてる病気、サタンによってもたらされてる災害、サタンによってもたらされてる混乱、いっぱいあるんです。もちろん罪に絡むんですけども、ね、前も言ったと思うけど、罪がね、例えばバカねと思うのがサタンが働くと、バカねで済まなくなって殺してやるまで行くんです。わかりますってこと。だから明らかにサタンがいると全然、だから サタンが縛られる世界なんだ、ここね。だからこれは、ね、いい時だと思いますよね。ただし最後にサタンが解き放たれるんです。で、マグとゴグ、ゴグとマゴグを導いて、最後にここですごいことが起こるんですね。ハルマゲドンですね。で、そのやってきて直接統治なんで、ここで裁きが来る。裁きというのはクリスチャンじゃない方の裁き。ここで永遠の滅びに行くんです。そしてここから新天新地です。神の国、新天新地ね。で、それはここじゃないんですね。全く新しいんですよね。ものすごくバーって言いましたから、よくわからない方がいます、すいませんね。でもこれが概略なんですね。で、ね、ちょっと見てみるとですね、今言ったことのちょっとだけ見ますよ。聖書からね、20章、黙示録の20章に、4節ね、4節の後半なんですけど、4節の後半、20章の4節、私の聖書だと458ページ、新しい聖書はもうちょっと後ろだと思います。また私はイエスの証と神の言葉のゆえに、首をはねられた人たちの魂と、人教ですね、獣はその胴を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たち、これはフィラデルフィアで検挙された人ですね。ね、で、あるいはその後残ったけど殉教した人ですね。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。ここで、ね、そして7節で、6節で、これを第一の復活というんですけど、この第一の復活に預かるものは幸いなもの、聖なるものである。この人々に対しては第二の死、ここですね、これは関係ない、ね、第二の死は、何の力も持ってない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となる。しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放され、地の四方にある諸国の民、すなわちゴグとマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを称するということでやるわけですね。そして戦いが起こるわけです。それが20章の後半にずっと書いてあって、で、なんだっけ、ね、書いてあります。そして、最後に裁きが来るんですね。これ丁寧に読むと面白いんですけど、12節ぐらいやりましょうか。20章の12節、また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いにおいて裁かれた。安心してください。クリスチャンは命の書に記されているので、この時に裁かれずに、神の国、永遠に行くんですね。まあ、そうでない場合はいろんな書物によって裁かれて永遠の滅びに行きます。明確です。で、金メダルも役に立ちません。ワールドカップのあれも役に立ちません。どんなにこの世で成功しても役に立ちません。伝功を積んでも役に立ちません。どんなに良いことをしたからといって役に立ちません。この時に命のイエス・キリストを悔い改めて信じた人です。わかります？これね、だから十字架っていうのはすごいんですよね。で、それで、ね、その人たちはまあ助かるわけですね。で、死んだ人々はこれらの書物、13節、海はその中に死者を出し、死もハデスもその中に死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いを見て裁かれます。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されてない者は皆、キリストを信じてない人、クリスチャンじゃない人は、この火の池に投げ込まれたって書いてある。ここで裁きが来るわけですね。全ね。そしてその後、新しい天と新しい人を見た。遺伝の天と遺伝の人は過ぎ去り、もはや海もない。だから、新天新地は海がないんです。まあ、海が好きな人、でも海より素晴らしいものがありますから。ね。で、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために語られた。ここで花嫁って書いてあるんですね。で、花嫁っていうのは聖書の中で花嫁って一貫して教会を意味します。新約聖書では。これ覚えてください。花嫁って教会なんです。新約聖書では。だから、聖なる都、新しいエルサレムが夫のために語られた花嫁のように整えられて、神の塔で天から下ってくるのを見たって。
で、10節にも、21章の10節にも、御使いは御霊によって私を大きな高山に連れて行って、聖なる都エルサレムが神の塔で天から下ってくるのを見てたと書いてあります。で、この新天新地の時に天からエルサレム、聖なる都エルサレム、天のエルサレムが来るんですよ。で、これはフィラデルフィアですよね。ここで殉教して、した人たち、ここね、神の国に入って聖なる都エルサレムに入れるんですね。これはね、どこかでゆっくり学びましょうね。ってことは何かというとね、皆さんね、黙示録はものすごい厳しいこと書いてあるんですね。超正直に言って。ところが、この苦しみは始められないんだけど、これを通して、イエス様を信じた人はどうなるかというと、その後千年王国があり、そして神の国という永遠があるんです。だから皆さん、千年とちょっとしたら、私たちの本番です。いや、本気で言ってるんですよ。で、その千年とちょっとの、この地上の、パウル牧師の言葉をそのまま真似すると、この地上が終わるっていうのは幼稚園を卒園したみたいなもんだって。120年生きようが、10年で天に召されようが、永遠から比べたら、大きな差はない。でも問題は、どう生きたかはすごい差が出るんです。でもね、永遠に持っていけるものは信仰と希望と愛なんです。何が評価されるかというと、とも例外なく、神様が命を与えたときに、その人に来てほしい計画と使命があるんです。神の与えた。その神の使命と、つまり神の御心に来たとき、それは永遠に残るんです。わかります？ああ、こっち行ったときに。神の使命に来たときに。で、世の中でどんなに評価されてうまくいっても、天には何にもないことはあり得る。これはちょっと重要なことなんですよね。で、これね、クリスチャンがよく分かってないところなんです。しっかりクリスチャンは霊の目を開いてね、捉えないといけない。本当に価値ある、永遠に価値あることのために生きてるか。これは、御心を行ってるかです。何も、みんなが牧師や伝道者になるってことはありません。ある方は御心で政治家になり、ある方はサラリーマンになり、ある方は主婦をする。全然いいんです。でも、神のその御心の中に生きるときに、それは永遠に残っていくんですよね。なぜかって言ったらね、フィラデルフィアが結局ここで引き上げられるでしょ。で、そのフィラデルフィアの特徴は何かっていうとね、さっきも3章見てください。今日そこを結局話したかったんですけど、3章の8節もう一遍言いますね。私はあなたの行いを知っている、黙示録の3章の8節。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできないものをあなたの前に開いておいた。この後です。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからであると。フィラデルフィアの特徴は、私、神の言葉を守った。そして神の皆、まあ、キリストの皆ですね、主の皆を否まなかったと。まあですよね。それで、神の言葉を守るとは何かと、神の言葉に立つ。神の言葉に従うってことなんです。従うってことなんですよね。で、否まなかったってのは、キリストを拒否しなかったってことですね。で、これがフィラデルフィアの特徴なんで、我々、気従いと感謝ってことを教えてますが、この二つは実はものすごく大きいんですね。で、本当に御心を行おうと思ったら、神様のことを聞いて従っていくと御心の中に生きるわけですね。で、これは永遠に残るんですよね。で、そう、皆さんね、苦しみは来るんだけど、苦しみを見てると、その苦しみの向こう側に、実はこれ素晴らしい。で、これがこれから始まる。ね。千年王国と神の国が来るとっていうことなんですよね。ある方は何か本当かなと思うでしょうけど、聖書見てください。聖書も明確に分かります。でどこかでこれきちんと学びますけど、今日はバーって大雑把にやりましたよ。これ全部聖書から全部一つ一つきちっと、ね、言えるんですけど、これね、だからそうなんですね。で、今皆さん、ね、目の前に持ってる問題があると思うんですね。困難やいろいろあるかもしれない。でそれに対して本当に神様、その自分で何とかしなくて神様に祈りながら、ただすぐ解決してほしいって肉は思うけど、場合によっては神様は、その問題を通してあなたを立て上げて、その後解決するかもしれない。ポイントは、神の御心を本当に願ってるかなんですよ。その御心に生きるときに、実は、祭壇が来るし、その目の前だけじゃなくて、永遠に至るものも神は私たちに開いて与えてくださるんですね。で、どうぞ、それをね、で今回そのここで生みの苦しみの始めってことを繰り返し言われたんですけど、これは生まれてくるんだよって、全く新しいことが生まれてくるんだよって言うんですね。でね、会えるんですよ皆さん。
本物のペトロにも会えるし、本物のパウロ、本物というのは偽物みたいだからまずいけど、聖書に書かれてるパウロにも会えるし、ね、もうちょっとこっちにしましょうか。残念ながらね、織田信長はイエス様信じてたのかな。私、織田信長好きなんですけど、豊臣秀吉は信じてないな。で、あと、ね、一時信じたかもしれないけど、迫害したもんね。それから、徳川家康はまだ信じてないね。だから、こう滅びの方に行っちゃうでしょうね。ね、ね、あの、私、ジョン・ウェステイが好きなんですけど、ジョン・ウェステイにも会えるでしょうしね。それから、太田さんにもタックにも会えますよね。それで、その時にね、皆さんはね、ここで生きるんですよ、一緒に。本当に生きるんですよ、一緒に、ここで。千年をここでして、永遠に。で、面白いこと言ってました。マーリンさんが天に帰ったけど、秋元自分のお父さん天に帰ったでしょ。今頃向こうでね、なんか話してんじゃないかな、とかね。で、少なくとも千年王国では必ず一緒にいるわけですよ。で、神の国でもね。もっとワクワクしない?ほら、で、ね、皆さんね、人間の頭って知ってますか ?2% ですよね。間違ってたら教えてください。確か 2% しか使ってないんですよね。アインシュタインでも、アインシュタインで何パーセントだったっけ ?2% か 3% だっけ?なんか言ってました、確か。正確な数字覚えてないや。覚えてる人教えて。ね。5%? 10%? そんな使ったの?アインシュタイン。何パーセント言ってたまあ、とにかく 10% 使ってないと思うな。そうですね。5% ぐらいでしょ、使っても。普通の人は大体 2% ぐらいなんです。ということは 98% 残ってるんです。皆さん、それが宇宙があるでしょ。神は宇宙も想像してるからね。で考えてみるとね、この新天新地の神の国になった時にね、残りの 98% も使い始めてね、そしたら全宇宙に対する神様の計画がね、なんか現れてくるんじゃないかしらね。そこに私たち倒されるかもしれませんよ。だって 2% なんだもん、まだ。いや、そう考えてもおかしくないでしょ。それは書いてないから断言できません。でも、何々言いたいかというとね、この後ね、来る世界ってのはすごいんですよ。で、間違いない。だから今は我慢しろと言ってるんじゃなくて、これだけのことを神様は前もって伝えて、その中で今目の前のこの地球の、この地上のあなたの目の前のその問題に、勝利と解決を与えられないわけないじゃない。もっと言えばもう十字架で勝利してるに決まってるんですよ。我々がそこにしっかりと立って、神の言葉に立って、神様に第一の信頼を置いて対応するならば、解決するに決まってるんですよ。ただちょっと忍耐がいる。どうも神の時は、ね、私の時と違うようだから。ね、でも、それを通して神様は、ただ解決だけじゃなくて、永遠に至るためのものを用意してくださっていることはね、知っててほしいと思うんですね。でね、これから、はっきり言います。非常に厳しい時代になります。ただし、黙示録読むと分かりますけども、裁きには二通りあって、キリストの名が書かれているのはクリスチャン。サタンの刻印が押されているのは、獣のね、刻印を受けないと買い物もできなくなるから、それをクリスチャン拒みますからね、本物のクリスチャンはね。つまり、そういう刻印を押されている人、クリスチャンじゃない人とクリスチャンでは、クリスチャンじゃない人だけが受ける裁きが黙示録には書いてあるんです。まず。次、両方とも受けるんだけど、クリスチャンには特別な守りがある裁きも書いてあるんです。で、三つ目は、どっちも同じように受ける裁きが書いてある。でもその時に、クリスチャンには神の言葉があるから、やっぱり守りがあるんです。つまり、黙示録の時代はすごい厳しい時代なんだけど、その時、クリスチャンはあるものは受けないで済む。あるものは少なく済む。同じように受けても神の特別な言葉があるから守りがあるってことなんですよ。違うんですよ。はっきり。これはね、覚えてください。でね、どうぞ皆さん目の前の命に追われてね、キリスト捨てないとお前殺してやるぞってね、助けてくださいってね、ここだけだったらね、ここでおしまいだったらね、わかりますよ。ね、ああ、助けてくださいって。でも、この後皆さん千年あって永遠があるんですよ。うわもう助けてくださいって目の前のうちに飛びついて、千年王国の時には、ね、死んでて、ね、で最後に裁きで、ここで裁きで落とされるって。笑えないですよね、これ。笑えないですよね、本当に。今日私はクリスチャンに話をしてます。でも残念ながらこれね、クリスチャンでもね、信じてない人が多いんですよ、今。再臨なんて言うとバカにする人が多いんですよ。殉教者は信じてた。リンクできたんですよね。
でね、皆さんどうぞこの永遠にしっかり目を向けて、その時今目の前にあることに対する一番正しいね対話ができます。で、神の御心がどこにあるのかっていうことを真剣に求めてください。それはこの地上にあっても真の勝利者になる鍵であります。ね、で今回そのパトモス行ってですね、ちょっとどこまでうまく話したかわからないんですけど、その頭でってんじゃなくてね、ものすごい心と霊に来たんですよ、私。あ、本当に永遠なんだなっていう。ここに鍵があるんだなっていう。で、なんかちょっと、生活に追われておりまして。私はもともとそういうタイプじゃなかったんです。もともとはお金なんか関係ない。ね、あんなも関係ない、キリストあれば十分だっていう、どっちかというとそれが結構極端なぐらいのタイプだったんですけど、12年で8人子供生まれまして いろんなことがあって生活も荒れてきてて思ったんですよね。ふっとなんか目がずれてたなって、永遠から何が一番重要なのかを見失ってたなってのはすごく感じたんですね。で、なんかね、頭じゃなくてね、知識でも知ってましたよ、十分。霊に開いてきたんですよね。で、今はね、何が大切なのかをクリスチャンがしっかり霊の目を開いて見ることができますように。いいですか。金メダルは金メダルだけでは永遠に持っていけないのです。御心で金メダルを取った場合意味が違います。わかりますね、ということね。それは意味が違いますよ、全然ね。ね、世の中でどんなにうまく成功したとしても、それはだからといって永遠には何も残ってはないのです。もちろん主に従った中で、ある方はそういうね、神様がそういう勝利を与えるために召されてますからね、それはいいんです、すごく言ってますが、でも本当に私たちが御心を生きるかどうかがすごい鍵なんですよね、これね。どうぞね、それをね、覚えておいております。ね、まあ、そのことを今回ね、すごく神様から与えてきました。で、まあ、もう終わりますけれども、いろんな方の、まあ、証とか説教があったんですけども、皆さんすごい、ね、ある方は自分の子供のこと、悪霊に疲れてた子供がいて、そこから解放されて子供が変わったこととか、あるいは不登校になってそこから回復した子とかですね、あるいは本人がお仕事されていてですね、なんか部下が1000万の横領してるのは見つかってね、その対応は自分がしなきゃいけなくなって、そこからの人とかね、まあ、いろんな人がいました。いろいろ明かしてくれました。で、それを聞きながらですね、みんな大変なとこ通ってるんですけども、それを通して逆にみんな神を体験してるんですよ、本当に。それで、いや、問題はね、祝福の前触れなんです、クリスチャンにとって。で、どんな問題もこの地上で許される問題で神様に解決できない問題は決してありません。信仰の態度を取るかどうか、本当にそれを感謝して、本当に神様を第一にして神に従っていくということに定めると必ず開かれていきます。そのことはね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。まあ、今日はここまでにします。で、すみません、これからね、礼拝は1時間半を基準に行っていこうと、今まで2時間やってましたけど、だから長すぎると言ってた人はどうぞ安心してお友達を呼んできていただきたいと。じゃ1時間半で終わる傾向に持っていこうとしますので、礼拝はね、でその後は交わりとかいろんなことをしますので、そう思ってください。じゃあお祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は学びが中心でしたけれども、とか、まあ、もうすぐ概略で話をしたんですけれども、私たちがさらに永遠ということに関して霊が開かれて、本当に神様、この地上で生かされているものとして、御心の中を本当に心からそれを願って求めて歩んでいくことができるように導いていってくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りかかりませんので、まず悔い改めしましょう。主は何をしてほしいのかってやりましたので、今あなたの心の願いを、自分のことでも家族のことでも健康のことでも経済のことでも人間関係のことでも学業でも仕事でも、あなたの心の願いを主の前に注ぎ出してください。主はそれに応えてくださいます。天のお父様、一人一人が主の前に出したこの願いと求めに応え、あなたは豊かに一人一人に触れ、あなたの答えを与えてください。イエス・キリストにあって心と体を癒されよ。そうは言ってもやっぱり必要があるっていう方はいらっしゃいますけど、私はあなたの必要を知っており、
あなたの必要を満たしていきます。私はそれをあなたの思う方法とともに、あなたの思いを超える方法で満たすことができます。真剣に私に求めてきなさい。また私を第一としてきなさい。あなたは私を抜きにして解決しようとするとき、私抜きに何とかしようとするとき、ぐるぐる回ります。でもあなたが真に私により頼み、私を第一にして求めてくるとき、解決します。ある方ははっきりこれ、境内です。ある方は、人間関係なんですけれども、単なる人間関係じゃなくて、それはそのままなんか仕事に影響してしまう人間関係です。でどちらも、すごく一生懸命やってるんですけど、うまくいきません。でも、主は言われます。こう、私を第一にして真剣に私に求めていきなさい。私はあなたに脱出の道をはっきり教えよう。具体的に教えていこうと主は言われます。皆様どうぞ心と体に触れてください。心と体に触れてください。イエス・キリストによって心と体をさよ、足の付け根というかね、股関節と足をイエス様って見せる。イエス・さよ、神様ではなくて人を恐れている方がいます。夫を敬いなさい、妻を愛しなさい。しかし神より上にしてはいけません。神よりも夫を恐れている人がいます。その人は夫に縛られていきます。そして後ですごい後悔をするでしょう。神を恐れなさい。神を第一にしなさい。その時あなたは真に夫に従うことを学び、夫を愛するようになります。ある方は仕事が第一になっています。仕事のために神に祈り、仕事のために神に求める。仕事のために仕事があって神がいます。でも神様があなたにその仕事を与えたのがあって、仕事がなくなっても神はいますし、神様は新しい仕事も与えることもできる方です。中心軸を変えなさい。仕事のために神がいるのではなくて、まず神がいらっしゃることを覚えなさい。その神様を第一にしていくとき、あなたは失うのではなく最高のものを受けていくでしょう。私は適当に仕事をしろとか、いい加減にしろなどと言っておりません。誠実に真剣に仕事を導きます。しかし、私よりも仕事が中心で、仕事のために私を求めるではなく、私を求めなさい。その時その仕事が非常に祝福されていくと知られます。なんか導きをすごく求めている方が何人かいらっしゃいますけど、もうこう行くしかないなと思っている方がいるんですけど、それはそんなことはありません。あなたは立ち戻って原点に帰って祈りなさい。その時ある方にはその道をそのまま行きなさいと言われますが、ある方はそうじゃなくて戻るように言われます。もう一遍戻って、この遠回りに見えても戻ってやり直しなさい。それは遠回りに見えて実はそれが一番の近道で、神に従って戻るとき、なんか思いもしない神の助けと奇跡をあなたは体験します。大切なことはあなたがそこで真剣に神に求めること、神に聞くこと、神に祈ることです。それを主が求めておられます。それをするときにはっきりと導きが与えられていきます。イエス様ありがとうございます。一人一人に豊かに働き、豊かに導いてください。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、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 ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。
どうぞお伝えください。報告でもあると思いますが、一応白馬のことでバスのことを伝えておきます。11時に信用銀行の前を出発するんですけども、一応10時半に教会集合になってますので、まあ、11時出発ですので、ちょっと、まあ、遅れてもとにかく11時には出発をしますので、信用銀行の前に一旦教会に集まってもらってみんなで行こうと思ってますので、覚えてください。でもし遅れた人は11時に信用銀行の前からバスが出ますので、連絡をしてそちらに来てほしいと思っていますので、よろしくお願いいたします。白馬行く人ですね、バス行く人ですね、よろしくお願いします。それじゃあ報告の方お願いします。